こんにちは、なつきです。はい、今日は東京のお家でのナイトルーティンを撮っていきたいと思います。はい、今東京のお家に私一人なんですよ。で、なんで一人なのかっていうのは、明日東京に用事があるので一人でここに来ました。初めてね、一人で泊まるし、初めて一人でここに来た。電車も一人で乗ったんで超怖かったですはい、ってことで、まあ早速ナイトルーティンを撮っていきたいと思います。レッツーゴー。はい、まず今の時刻が、そうビデオカメラを持ってこないで来ちゃったので、携帯で撮ってるんですよ。だから今携帯見れないんだ。今何時なんだろう、時計ない。多分6時半とかなのかな。めちゃくちゃ質問で来てた髪の巻き方、ここで紹介しちゃおうかなと思って本当にめっちゃ来たんですよ、DM とかでも。なのでちょっと簡単に、本当に簡単なので説明していこうかなって思います。で、本当は外出かける時、なんか例えばお友達と遊びに行く時は、気がすぐ取れないようにリファのなんかオイル、ミミが持ってるんですけど、それを使ってるんですけど、今日は持ってこなかったので何もつけないでやります。何もつけないで巻く日とかも全然あるので、何もつけないで巻きますね。これはね、確か 32mm だった気がする。私はいつも160でやって160度でやってます。ほんと超簡単なんですよ。外巻きずっとやってるだけなので。最近私太ったので、なんか顔周りをめっちゃ巻きたくないなと思って、前まではもう結構ね、ここからぐるぐる巻いてたんですけど、最近はここぐらいから巻いてます。髪の毛も伸びてきたんで、こんぐらいで取ります。そしたら巻きますね。ここぐらいから巻きます。一回外巻き、こう1くるんこうくるんってやったら、そのままもう下を下ろしちゃって、下まで下ろして、一番下じゃないか、ちょっと残して、こうやって一番最後をこうやって横にします。横にしていくみたいな。説明下手すぎてもどうやって説明すればいいのかわかんない。で、いつもこうやってやってます。で、外巻きわかんない、これかな。左巻くときはパカパカが真正面になるようにします。こういう感じで巻き下ろすときは、私は縦に下ろしてます。こう横じゃなくて、このぐらい手で下ろしてます。そしたら縦に下ろして、こう下横でやります。で、こうやって顔周りも下ろして、こう横にする。で、毛先も入れて離す。これですぐほぐしません、私も。触覚の巻き方本当に分かんなくて、私逆に教えてもらいたい。どうやって巻けばいいのか分かんない。だから適当にいつもやってる。で、右側の外巻きはこのパカパカがこう下に来るように、私こうこのパカパカをこう下こうやって持って縦にやって、外に巻いてます。でも今の小学生とかってもう髪の毛巻いてる子いっぱいいますよね。私の妹レイカさんも自分でやってるんですよ、巻き髪。すごくないですか？私なんて中1中2ぐらいまでストレートアイロンも使えなかったですもん。こう一回通すのがいいって言うよね、よくやってなかったけど、全然。で、なんか1回で全部くるくるするんじゃなくて、こう全部下まで持っ持っていっちゃって巻くんじゃなくてちょっとできないから通り過ぎちゃった。ここで一回巻いてます。ここだけでこう一周して巻いてます。なんて伝えればいいのかわかんない。で最後の横でこういう感じで温めて、これやるといいってよく聞く。こっちの触覚が本当に嫌いで、なんか左右と一緒にならないんですよ。耳に聞いても分かんなかった。で一旦放置します。もういいかな。こっちはじゃんいいんじゃないか。ふかしちゃいましょう。完成で、触覚がいつもうまくいきません。触覚の巻き方教えてください。はい、終わり。これでなんかオイルつけてもいいと思う。私は今日は持ってきてないんでつけないだけで、いつもはつけてます。なんかウーバー頼むとしてもちょっと時間かかるじゃないですか。30分20分ぐらいなので、ご飯を頼みたいなって思うんですけど、そこの場所も取りたいなって思ったんですけど、携帯が使えない。どうしよう。絶対さ、パソコンのカメラっていうか質悪いよね。絶対ダメだよね。ってことで、一旦止めて Uber Eats 頼みたいと思います。はい。あ、変わっちゃった。はい。ご飯を頼みました。そしたら、なんと40分ぐらいかかるということで、ちょっとこの部屋がもう本当に汚いんで、片付けたいと思います。片付けます。とにかく机の上が汚いんですよね。マック頼んだのバレてる。汚くない？ちょっとお菓子がいっぱいある。ってことで片付けたいと思います。片付けるって言ってもお菓子片付けようもないんで、一箇所にまとめます。そしたら意外と綺麗なんですよね。ちょっと画角キモい。じゃあ今机の上にあるお菓子紹介しますね。人参のお菓子とカムカムレモン、男梅、もちもちジューシーハイチュウ。じゃーん、久しぶりに食べたこれ。ポッキーのチョコのやつ。持ったんだけど、携帯使えないから、編集すればいいんじゃねって思って、40分間、来るまで編集しようかなって思います。今さっき撮ったやつを編集しなきゃなんで、この動画、このナイトルーティーンを今週出すので、今から編集したいと思います。この机を片付けたらなので、素材をパソコンに投げますので止めます。バイバイ。はい、素材を移しました。パソコンに編集をやっていきます。で、私はいつもパソコンで編集するときは線のイヤホン、これなんていうんだっけ、線のイヤホンしてます。家でもで「みなみ」って書いてあります。ミミノです。パソコンが見える角度がわからない。これでいいかな。はい、今ご飯とは別にお茶を頼んだんですけど、玄関先に置いてもらって食うじゃないですか。そしたら取っ手がちぎれてびっくりした。ガーンとか言って落としちゃった。びっくりした。はい、緑茶を頼みました。飲み物がね、なかったか、なんでマスクしてたの。飲み物がね、なかったからね、緑茶にしました。ということで、メインのご飯を待ちたいと思います。はい、なんとカメラを止めたらすぐに来ました。ここなんでかな。はい、私が頼んだのはじゃーん、海鮮丼にしました。うわ、美味しそう。ちょっと醤油とコップとスプーン持ってきます。はい、で、来た時にコンビニで野菜スティック買ったので、それも一緒に食べます。あれ、ネックレスがない。してこなかった説。最悪だ。ミミのコップ M 使わせていただく。美味しそう。いただきます。寿司みたいだな。いただきますって何回も言っちゃう。なんか思ったんですけど、もう8月も終わりですね。あと半年も経たないうちにクリスマスが来ちゃう。そして私には彼氏ができるのか、できない気がする。悲しい。はい、じゃあゆっくり食べていきます。はい、ごちそうさまでした。ちょっとごちそうさましてからのんびりしちゃいました。ってことで、なんか思った以上にUber Eats が早く来すぎて、編集が本当カメラ止めた23分後に Uber Eats が届いちゃったんで、全然進んでないんで、ちょっと進めていきたいと思います。お菓子食べながらやります。はい、あれから1時間ぐらいかな、私が撮ってた動画のカットが終わったので、お風呂に入りたいと思います。なのでお風呂入れてきます。で、お風呂すぐ入ります。バイバイ。はい、お風呂に出て前髪だけ乾かした後に、耳から電話来て、ちょっと時間が結構経っちゃって、もうパサパサ前髪が。リムーバーを忘れたんですね、まつげの。そしたらもう下まつげがもう全然落ちなかった。ちょっとショックすぎてどうしようってずっと言ってる。あ、なんかここにちょっと、私はあんま化粧水というものをしないんですけど、むくみ取りをいつもしています。お風呂出たら、このノブって書いてあるんですけど、中にはルルルンのさっぱりタイプの化粧水が入ってます。髪の毛はいつも30分ぐらい置いちゃう。クマがすごい。でも最近はなんかむくみ取り夜はあんましなくなりました。朝もするようになりました。で、このぐらいで終わり。そしたら、まあもう多分30分経ったと思うんで、耳と電話して、20何分ぐらい電話してた気がするから、20分ぐらい電話してた気がするから、髪の毛を乾かします。私が使ってる髪の毛のオイルは、じゃーん、ヘラスターゼブロンドアブソリューユイルです。もう半分使ってる。すごい。今日っていうか、こっちの家にフィーノのほらサラサラになるやつがあって、久しぶりに使ったんだけど、めっちゃ良かった。あっちの山梨にはないんで買おうかな。これを塗ってドライヤーしていきます。携帯見てやりたいので切ります。バイバーイ。はい、乾かし終わりました。ということでアイロンします。なんかね、最近はね、もうドライヤーに疲れてね、アイロンしないで寝ちゃうことが多い。でもそうすると朝すっごいんですよ。今日は早く寝たいのでアイロンして、歯磨いて寝ようかな。なんかね、意外と時間経っちゃったんだよね。もう12時過ぎてると思う。そろそろ寝たいと思います。はい、髪の毛をストレートにしました。ということで、歯を磨きたいと思います。イエーイ、歯を磨きます。はい、ってことで歯も磨いて、髪も乾かして、お風呂も入ったので、もう寝たいと思います。編集は、また明日とかにで進めていきたいと思います。はい、ということで東京のお家でのナイトルーティンでした。髪の毛の紹介もできたのでいいかなって思います。はい、ということで終わりたいと思います。バイバイ。